骨丈夫になるよって骨持ってれば何それ怖い。小雪も言ってたよ。小雪もビエラって、ビエラって言ってたよ。小雪ごめん、なんでもないわ、うん、思いつきでものは言うもんじゃないな。うん、さ、召喚を覚えさせて、おばあちゃんも召喚させて、ゲームクリア。おばあちゃんを召喚、おばあちゃんを召喚させよう。おばあちゃんだよ、ほんとだ。おばあちゃんは去ってった。おばあちゃんおばあちゃんだよって自己紹介するためだけのもの。タオ召喚、タオ召喚、もう少しでもしょうがないんだから、こんな言うこと聞かなかったらもうたまたまとしか言いようがないよね。言うこと聞くのダメ、もうおしっこしかしないじゃんさっきから。うん、あら、タオが逃げた。タオ逃げる、ついに逃げるようになったもん。俺もう召喚したくない、俺もう召喚嫌なんだ。召喚だけはやりたくない。お、来た。本当これでいいのか。クラスチェンジ。お、ほら召喚覚えた。なんだクラスチェンジって。めっちゃめっちゃもらった。めっちゃもらった。やった。じゃ召喚して、うん、召喚してもらおう。お前じゃないんだよ。どういうことこれ。あ、来た。あ、やった、やった、キャッチって。あ、茨城さん来るよ。よく聞いとけ、言うから。ほら、茨城さーん。茨城さーんって言ったよ。茨城さーん、いや、少ないみたいな言ってるけど、茨城さんとは絶対言ってないよ。茨城さーんって、いや、言ってないっつうんだから。茨城さーん、言ってないっつ、何回言うんだ。ポット50年か、少ない、いくつの骨消費したと思ってんだ。あ、でもいっぱいラブもらった。いっぱいラブだった。あ、おばあちゃん来た。おばあちゃん、わー、優しい顔してる。変な花。うん、おばあちゃんいいね、和むね。よくわかってるね。いや、わかるだろ。え、病気の間もう平気だよ。落ち着き物が落ちたように気分がいいんだ。落ち着き物落ちたけどね。やっぱあの蛇がついてたんだな。そうだね。あ、ラブもらった。また何回ラブもらうんだ。超ラブじゃん。またレベル、あ、ありがとう。まためっちゃ 2ぐらい上がったんじゃない。飛び級ね、飛び級レベルチェンジで、飛び級レベルチェンジってちょっとわけがわからないな。おめえわけわかんねえぞ、帰れ。そこまで言う。寝ようか。久しぶりにおばあちゃんの布団で寝る。やっぱ気持ちいいや、おばあちゃんの布団は。ちょっと臭いや。ひどいな。お、おばあちゃんの病気が治りました。治りました。タオの治療やっと成功しました。うん、それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂、ヘビー、ヘビー、ほら。あ、おお、やっぱ2レベル。愛の時刻グルマ。なんだ愛の時刻グルマって。あと3レベル。例えがあんま良くない。オッケー。緊張すぎて怖いな。怖いな。これ多分テンポがいいんだろうな。そのレベル上がることに関するテンポが。で、ヒットポイント。来たよ。来たよ。上がるね。上がるよ、これ。全然なく、これ寝るまで動き回っても絶対なくなんないじゃん、これ。うん。だ、寝る必要がないってこと、もう一日に一回。そうよ。怖っ。お城はもういいか。もう次のステージ行くか。そうだね。全然 OK だよ。で、また必要になったら戻ってくればいいよ。うん。サクサクだな。これいくつかに分割するってこと、これ。そりゃそうや。まあ、だいたい20分から、18分から25分ぐらいまでのどれかに
わけですね。なるほど。さ、ワープチュッピピチュッ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 、これ MD 流せんじゃね。流せるね。よし、流してみっか。プレイ。あれ？プログラム。お。あ、プログラムセットしないといけないんだね。あ、間違えた。あ、いいね。こういうことなんだ。これさっきワンダにもらったやつ。そう。あそこに流れてたやつ。なんか不思議な音楽だね。雰囲気を醸し出してるけどさ。うん。BGM ないところで、これを流すんだ。これ動画夜見る人はなんかいい雰囲気になれるかもね。なれるね。ぐるぐるピー。プロポーズみたいなさ。ちょっと勇者も向かった方に行ってみよう。じゃあ全部、まあいっか。勇者の方向に行くっていう。あ、うるせえ。オッケー。急にうるさくなった今。あ、違う、こいつか。うん。このタッキーのせいか。お、なんだ？あー、あ、これで買えんだ、買うんだ。はい、君。音楽と一言言っても、アーティストの主張とそれを受け入れるのだけのリスナーの感性っていうのが相互に作用して成り立つわけで、それが音楽というものが今まで淘汰されながらも続いている証拠さって難しいこと言うな。バーン。音楽に関してはちょっと自信あり。なんか、うざいやつっぽいな、これ。ジャケット全然買っちゃうのもよし。かっこつけ高校生みたいな雰囲気だな。なんか右側のあれじゃな、タワーレコードみたいな。あれじゃなって言ったけど。オーケーのカード。すごい自然すぎて今びっくりしちゃった。あれ？もらえないこいつか。こいつはなんかキャラクター扱いじゃないんじゃない？ああ、そっかそっか、そういう感じ？そういう感じって言っちゃった。ああ、帰ります。こいつは CD 屋さん。お。なんだこれ？新キャラだ。Hey boy。Hey boy。バンドのマネージャーを務める両緑黄色動植生物。演奏がうまくいったやつの笑顔って最高だよね。あ、これ、ジミちゃんのデモテープ。あれ、ジーマンで弾くよろね。じゃあ、多分演奏。そうだな。誰かが演奏したら出てくるんじゃね。まあ、バーンだろうな。あ、なんかいるぞ、また。この右上にもいる。貴様はなんだ？人手なし。予想。人手マンだろう。予想人手なし。人ビシャス。そっちで来たか。人ビシャスって知ってる？知らない。シドビシャスってあれじゃないの？あー、バンド名思い出せない。忘れちゃった。神々しい姿ゆえ、崇拝の対象されてることがある。残飯あさることが邪魔しい。残飯あさりなんだ。はぁ、シドビシャスって。生ゴミのとこいいんだよ、生ゴミのとこ。あー。ここは？シドビシャスってなんだっけ？何のバンドの、あれだ。なんかラスボスみたいに出てきた。ラスボスだろ、これ。はい、君、はじめましてね。私、アダーと呼ばれておるの。名前がアダー。アダー。ふんぬ、君、見た感じ、病気にかかってるね。ダッシュバンディクーの太っちょのパフパフみたいな喋り方するな。太っちょのパフパフってなんだよ。体がスケスケ。ふふ。しかし、喜ぶ、君の病気は心配ない。なぜなら、実は今、ここに神の使いがいらっしゃる。お、神の使いの力ならスケスケ、見え見えならきっと簡単。神の使いの言い方や話聞きたい。聞かせてよろしい。それは昨日の出来事。鎧をまとった、ごう神々しいお方が突然。勇者だな。光る鉄の棒を振りかざすと見たことのない生き物がゆえらと空を飛んできた。きっとあの鎧の方は神様に違いない。そしてあの生き物を使わせてくださったのだ。しかし君の病気とはいえ、神の使いに会うには世俗にまみれすぎ、うん、私の修行を行って清らかな声になれば合わせることもできるが。いや、もうあの勇者を神って言ってる時点でなんかうさんくさいけど、まあ修行しようか。そうだな。やりますか、やりましょう。最初の修行、神様ポエム。
お、私は神様に捧げるポエムを読みます。あなたはそれと同じポエムを3つの中、え、頼んだよ。どういうこと？記憶ゲーだよ、記憶ゲー。記憶ゲーか。小さな間違いも許しません。あ、なるほどね。お前最初の2つな、うん、目を、え、あ、そういうことか。ペナルティー、ペナルティーないんだ。ザ・カタカナ、これだ。ドゥルドゥドゥン、スルッテーと見えてきます。一番下、こっち。おお、コロノマの子で見た、それは見た、それは一番下。うん、みすぼらしいほど美しい。すげえ上だね。だんだん簡単になってる。うん、あー、あー、やばい、これ。あー、あー、一番上だ、一番上。おお、この広い宇宙の彼方、これだな。一番下だね。6825934。いや、6825943943。これだな。ああ、よかった。ピッ、えっ、多分一番上。おお会ってみたいよ、神様に。うん、もう普通だね。一番下。お、来た。おお、やった。クリアだ。難しいぞ、意外に。難しいぞ、意外に。同じかな。やってみるか。次ポエムじゃないと思うよ。神様ボイス。ボイス。え、ちょっとむ。何この。イヤホン両つけるじゃん。うん。幻隊の3人組ソーレ出現。え。はい。はいはいはい。あー。これ C C しなきゃダメだな。オッケー、いい？はい、行くよ。はい、左、今左だろうな。左だな、これでしょう。意外と分かりやすいな。うん、左、これも左だよな。これ真ん中だっしょ。左、左だな。右だな。あ、来た。簡単。最後のやつ何だったの。うっごい、カウンさん、なんだ、うっごいって。まだあるんだ。行ってみようか。やりますか、やりましょう。神様フェイス。またこれも記憶ゲーか。そう、顔か。あ、うわ、マジか。やんで、欲しいの、欲しいの。オッケー。はい。これっしょ。これか。うん。
やり。これですな。おお、びっくりした。これだ。これだ。まだある。やりだね。これだな。よっしゃー。よしよしよし。よし。よかったー。すごい。すごい。見違えるように清らかになった。いやいやいや、これ。今下だろうな。下でいいか。こんなのあげちゃう。やった。月の涙。か、神の使い。勇者来るの？お前神。お前かい。人でもあんじゃん。そっちか。シトビシャスの方か。はい、注意してるよ。強く触る、どっち、ええ、え、触ろう、触ろう。やったぞー、やったー。残された、あこいつ。ああ、いや、あの、キャッチ、はい、お前も帰るんかい。お前も帰っちゃった。ここなんだじゃん。ここなんなんだ、本当に。あ、あ、あ。行ってしまうんですね。音楽いいな。帰らないでほしいなと。あー、お別れだこれ。いや、部長、これで実態に戻ったんだからさ。お別れだ。うん、かわいそう。あれ、神じゃないよ。うん、帰ったら伝えてくだされ。アダはいつまでも神を忘れませんとね。あー、かわいそう。今日のこと思い出すととても辛いでしょう。だから今日からこのアダは神を名乗り、え、いいだろうって言い始めたぞ、こいつ。ありがとうございます。じゃあ帰ってやす。あ、茨城さん。え？わ、まあ、なんで物事は解釈の仕様だな。おい。やった。なんか、なかったな。うん、お金は？お金置いてかなかったのか。お金なし。またなんかあんのかな。なんか目がすげえ光ってる。目が怖いことになってるよ。うん、全ての思考がクリアである。この先のお化けの家に閉じ込められている大きな頭の人、牢屋の中で助け待っている。あ、すげえ、本当に神になったこいつ。ああ、すごい、いろんなものが見えます。見えすぎちゃって困ります。一人になりたい。ちょっと宇宙に行ってまいります。え、なんだなんだなんだ、え、行かねえのかよ。行かねえ。ここが宇宙か。ラブがよく見えますな。おお、なんか教えてくれんのか。あ、おお、ここでもラブもらっちゃった。じゃあこの人にお金払うとラブのヒントがもらえるんだ、きっと。かもね。33年か。いっか。適当に一つ選び、そのありかのヒントをお教えする。あー、キャッチのラブは覗く。キャッチのラブは覗く。聞くだけ聞いてみようか。あれか、あの説教聞くとかそういうやつか。うん、ラブ発見。サイケの夢はライブの成功なんだって。サイケの夢、あ、さっきのやつじゃないの。さっきのやつだね。あいつのにライブさせりゃいいのか。じゃあ、うん、まあ、それをどこでってのか全く見当つかないけど、今のとこ。寝る？そうだね。一回寝ようか。レベルアップさせよう。サイケの夢はライを成功させる。
なんなら、あの、北に来たけど、南とあと、東もあるでしょ。こっち、違った、こっち、ヘイボーイだった。まあ、カレーにする。さあ。あ、シトビシャス、ニルバーナだ。シドビシャス。あ、そうなの？ニルバーナだ。確か。ニルバーナの何？の人の名前？そうそうそう。間違ってたら、間違ってたら次のパートで訂正します。まあ、多分若干名前変えてんじゃない？そう、シドビシャスなんだけど、あれはシトビシャスだった。うん、ダックを抜いてただけ。アダーが覚醒したみたいです。それもラブ、これもラブ。シトビシャス。おぉ。来た。愛の免許改伝。早いな、免許改伝。早いな。はい、頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。ん？頑張ります。ん？あ、夜だ。夜だ。夜になるのか。夜だ。いいね。ピコピコピコ。ピコ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 。あんまり時間進まないのがいいね、寝たら。必ず朝ってわけじゃないから。いるのかな、貴様は。あ、いた。必ず。どうすりゃいいんだろうな。ヘイボーイ。ヘイヘイヘイボーイ。過去は不意。まあ、どっちにちあのシトビシャスをビバラじゃねえや。キャッチしなきゃ、この先にはいけなかったわけで。うん、うわ、なんか。あれ、こいつらじゃん。これじゃない、ライブ。ディッパッペ、ディッピッペ。怖いな。怖いな、なんか。怖いな、確かに。